本校では、アメリカ合衆国が開発した 90mm 後継の戦車砲について扱う。M390mm 戦車砲搭載の M36GMCM3A190mm 戦車砲搭載の M26A110 戦車アメリカ陸軍は1940年より M190mm 降車砲を使用してきた。これは当初、 単なる降車砲として運用されていたが、やがて停止製砲がを採用した、両用砲型の M2 が開発されたのに伴って、ドイツが8.8センチメートルフラック18、36、37でいったのと同様に、対戦車砲としても運用されるようになった。一方、当時の戦車駆逐大隊は、駆逐戦車として、M73 インチ砲を搭載した M10、GMC 及び、 M176mm 砲搭載の M18GMC を運用しており、それなりの活躍を見せたものの、パンター級戦車やティーガーといったドイツ軍の重戦車を正面から撃破するには力不足であった。また、それ以前からより強力な対戦車向け火砲の戦車への搭載が検討されており、このことから M2 の開発と同時に、この 90mm 砲を 戦車砲に転用することが研究され始めた。これによって開発された試作型が T7 で、1943年には M3 として正式化され、M10GMC に搭載されて試験が行われた後、M36GMC に搭載されて1944年より生産を開始した。また、M390mm 戦車砲を搭載した重戦車として、 M26 パーシングが開発され、ドイツ軍のティーガーに対抗できる有力戦車として期待されたものの、M4 シャーマンで十分とする AGF の反対により、戦線への投入は遅延した。M390mm 戦車砲は固定薬莢式の 90X600mMR 弾を使用し、薬質圧力は38000プシーであった。戦後、m 三をとにマズルブレーキを シングルバッフル式にするとともに、排煙機を付与した M3A1 が開発された。これは、縦方向の方安定機能が追加された M67A1 砲がと組み合わされて、M26A1 重戦車、続いて、M46 パットンに搭載された。また、その後、褒美の金属加工を完了した、マイナーチェンジ版として、M3A2 が開発され、順次に、 M3A1 を代替した。初言作動機構性能砲弾、創薬運用し、T7 が M3 として正式化されて、以降、より優れた 90mm 戦車砲を模索して、試作が繰り返された。また、日本では、資料として、供与を受けた M36GMC に、搭載されていた M390mm 戦車砲を、元に、 日本成功所が52口径長に長方進化して61式52口径 90mm 戦車砲を開発し61式戦車に搭載した M4190mm 戦車砲搭載の M48 中戦車 T15 をもとにより高所速のタングステンダンシンの高速鉄鋼弾の運用に対応するとともに軽量化されて開発された試作型が T54 であり これは M56 対戦車自走砲に搭載された T54 をもとに戦車砲として開発された改良型が T119 である。T119 は多くの点でイギリスのオードナンス QF20 ポンド砲と並行して開発された。最大の変更点はより高い方向なやつに対応できる洋法構造を強化した点であるが、 排煙装置とマズルブレーキも改められている。T119 を量産に適するよう改正したものが T119E1 であり、これは M36 として正式化され、当初は T42 に搭載される予定であったが、整備計画の繰り上げに伴って M47 パットンより搭載された。t 百十九 e 一 m 十六をもとに単肉方針として軽量化されたものが、 T139 で、これは M41 として正式化され、T148 砲型と組み合わせて M48 パットンに搭載された。M47、M48 が冷戦下の西側諸国に広く供与されたこともあり、技術的に類似している QF20 ポンド砲とともに T54 シリーズは西側の第一世代主力戦車における戦車砲のデファクトスタンダードとなった。 しかし、1950年代後半には、ソビエト連邦軍が D-10100mm 戦車砲を搭載した T-54 中戦車の運用を開始したことから威力不足が指摘されるようになった。このことから、西側諸国ではイギリスが QF20 ンド砲をもとに開発したロイヤル、オードランス L7105mm 戦車砲の採用が拡大され、後には、 アメリカ軍も M68 として採用し、新しいデファクトスタンダードとなった。ただし、90mm 口径の戦車砲という、日チそのものは、軽戦車や装輪戦車向けの低反動砲、低圧砲として引き継がれることになり、国カリル 90mm 低圧砲などが開発されている。初言作動機構性能砲弾、創薬、どちらも口径は 76.2mm だが、 薬卿が異なり補給の混乱を防ぐため、光景をインチとミリメートルで呼び分けている。ありがとうございます。